はい。夏の移籍期間がスタートしましたね。来てました。奈良さんに語っていただこうということで。はい。大王さんも語ってくださいね。これね、はい、多くて、はい。困っちゃってます、はい。アントラーズはどうですか？アントラーズはまだ。これちょっと言ってください。杉本選手。右サイドバック、アントラーズの。ちょっと、意外というか。言っちゃいました。はい。だから、このチームがあれですよね。前の監督だった、バイラーさんが、らしいですよ。え、いる、今いるんですか？あ、今こう、今監督をやってるのかな？で、新監督になったか。じゃあ、それのちょっとラブコール的なことですか？っていうと思います。そうなんですね。はい。へぇ、じゃあ、やっぱり。それは、有利ですよね、絶対それが。有利だと思う。有利だと思います。ああ、なるほど。だから、ね、やっぱコンディション的に、まあ、すごく、ね、良ければ、全然スタメンで出れると思いますし。これ完全ですもんね。完全なんで、すごく楽しい。まあね、この右サイドバックって言ったところは、もっといてほしかったですけど、うんうんうん。まあでもね、やっぱり海外のチャンスっていうのは、しっかり掴んでほしいなと、思いますけどね。はい、ほら、大悟さん。はい。浦和です、浦和レッズ。浦和。阿部選手が。はい。もう完全。完全戻ってきました。完全戻ってきましたよ。僕一応だから面識があるんですけど。はい。だから、ね、あんまりほら見れてなかったじゃないですか。見れなかったですよ。なんか情報だけね。はい。はい、だからどのぐらいね、成長してるのか。浦和レッズにどうですか？ハマりますか？でも、やっぱなんかストライカーって感じじゃないですか？あの。そう。レッツが欲しいのはそうなのかと思ったら、はい、やっぱ2列が結構いたりするじゃないですか。うん。いますね。だからセカンドトップ気味だと思うんで。うん。どう組み合わせるかっすね。うん。どうこう、また既存のメンバーとやっていくか、だと思いますよね。うん。まあいろんなこうプレッシャーはあると思いますけど。はい。まあぜひ活躍してほしいなっていうところは。感じますけどね。はい。で、宮本選手も帰ってきたと。はい。そうですよね。はい。うん。レイソル。ね、マスカケ選手が愛媛に行っちゃいましたけど。これね。はい。ちょっと、去年ですかね、ルヴァンで。はい。大活躍して。うん。今年はなかなかという感じですよね。まあでも、あとは、はい。はい。出場機会ね。うん。あと何ですか？あとは、ナオさん。FC 東京。来ました。FC 東京来ました。FC 東京。帰ってきたフォワード。香川選手帰ってきましたね。帰ってきた。なんか意外だったですけどね。ですね。なんか、もうちょっと。うん。向こうで、ちょっと僕もあんまポルトガル終えてなかったんで、あれなんですけど。もっと海外でやるかなと思ったんですけど。でもあと白井康介選手も大きいんじゃないですか。もう大悟さんもう、ハマるでしょ。確実に。なんかハマりそうですよね、両方。はい。はい。確実にハマると思いますけど。だからもう湘南の時ちょっと面識あるんで。あ、そっか。ああ、白井選手は。全然ハマると思いますよ。完全移籍。はい。全然ハマる。完全です、ね。まあ、あと、阿部選手が。はい。ベルギー。はい。いや、だから僕じゃ、松木玖生が行くっていう、なんかそのニュースをね、なんかよく見かけましたけど、はい、あ、阿部選手かいみたいな。で、これだから、チームとしては、これ松木は頼むぞ、みたいになってるはずです。いや、まあ、間違いないですよ。でも絶対オファーとかは来てるじゃないですか。はい。はい。でもやっぱりね、今シーズンは FC 東京だっていうのは、松木選手が、クリエさんが選んだんじゃないですかね。だってもう。まだわかんないですよ。あんままだわかんないですね。フロンターレ。フロンターレ。取ってないんですよね、まだ。そうですね。まあでも、出てった方が、4人と。まあでも、マリノスは岩田選手が完全。はい、まあもう、これはいいことですよね。はい。よかわしい。ああ、もうちょ、小川幸喜選手が頑張ってほしいな。大悟さん。オランダなんですね。はい。だからやっぱりほら、2017年のワールド、はい、ああ、U20 のワールドカップで、はい。こう、怪我、大きい怪我してしまって、はい、ね、そっからね、少しこう、成長っていうところが、ね。いや、去年 J2 無双してましたからね。はい。得点王ですよね。得点王です。はい。で、J1 でもね、やっぱコンサートに点取ってたんで。うん。頑張ってほしいな。
日本を代表するストライカーになってほしいな。おじさんは。期待しましょうね。はい。来ました、奈良さん、古巣。古巣の湘南ベルマーレ。ここは少ないですか？キム・ミンテまず取って。はい。はい、失点多いですから。え？失点が多いんですよ、失点がね。あ、失点、ね。ここ最近、はい。で、田中聡選手帰ってきて。はい。これも大きいですよね。大きいです。で、フォワードやっぱマッチの選手抜けましたんで。はい。ホルシュタイン・キール、完全。楽しみですけどね。いや、だからこの、小川選手と共に、日本のストライカー陣。そうですね。そうか。そうですね。いや、上田綺世選手に続けっていう感じですよね。はい。あとは、ほら、やっぱり町野選手が抜けて。これですよ。はい。いや、でもこれ、いいとこにつけたんじゃない？これ知ってます？ディサロ、シルバーの、この間のミドルネームなんて、はい、知ってます？ディサロ、アキラ、アキラ。そう、僕の名前は？アキラ。ならあ、アキラ。あ、アキラつながりで。アキラつながり、ぜひ頑張って。全然 G 違うし、場所も違うし。はい。アキラつながり。全然そこか、重なってると思ったことなかったっすね。もうアキラ同士で。いや、でも、これ、清水でもね、あれでいいところ見つけたなっていう感じもしますよね。見つけました、見つけました。いい補強してましたよ。いや、僕すぐフィットすると思いますよ。あ、そうですか。はい。頑張れるし。得点も取れるし。あれですよ、相性レレさんですよね。レレ。レレさん。あと、大悟さん、いいですか？ちょっと付け加えて。はい。僕にとって嬉しい、ちょっと、こう、湘南、はい、こう、コーチが加入してくれて。出ましたね、レリース。夏香さんが。で、山口を、ね、今シーズン途中で終わって、どうするかなと思ったんですけど。もう湘南 OB ですし。ベルマーレキャプテンだったんですか？キャプテン。初代キャプテン。おお、じゃあ、さっき、違う動画か。いや、いましたよ、いましたよ。1対5でベルディに敗れた、はい、いました。で、日本、はい。で、日本代表にも、ファルカンジャパンの時かな選ばれましたし。僕は嬉しいです。じゃあ、そうやって。OB がまた。はい。帰ってきてくれたのは嬉しいですね。何ですか、奈良さんにオファーは。ね、奈良さんにオファーはなかったですか？あるわけないじゃないですか、僕、大悟さん。いや、わかんないじゃないですか。まあ、そうですね、そこは。いや、そんなの。期待せずに待ってますよ。いや、ちゃんとアピールしとかないとダメですよ。わかるね。期待せずに待って。こっからベルマーレ。はい。もう一回戻ってくると。でまあ、新潟は伊藤亮太選手が抜けたというところですね。はい、まあ、だから、トレーニングマッチ2点ぐらい取ったらしいですよ。なんかもうね、フィットして。早くも。るみたいですよね。で、名古屋は、まあ、中島大花選手ですね。うん。取って、フォワードはやっぱ探してたんでしょうね。そうです。で、前田選手が帰ってきたと。はい。そうですね。そうですね。そういうことですね。俺も大きいですね。大きいですよ。でも、木田涼河選手がもう、普通に途中から出てきますね。はい、もう、健太さんの信頼は厚いんじゃないですか？ですね。確実に。はい。もうないな。でもこれ、この辺も言いたいでしょう、ね。いやーもう、ちょっと大悟さん。この辺は、石田亮太郎、小田秀政、はい。ちょっと石田選手は、ほら、チャンスもあったけど、ちょっとこう、スタメンまでっていうところがね、なかったんで。で、栃木では、一応こう、なんすか、あそこ3バックじゃないですか。はいはい。ちょっと右のウィングバックとか、はい。そこで起用されることが多いのかなっていうとこと。奈良さんも高校時代が大好きですもんね。ああ、まあ、高田選手もね。そうですね。はい。いや、もうベルディハマってますもんね。もうね。もうハマってる感じあります。はい。で、ほら、両足器用に蹴れるじゃないですか。はい。だから、ね、こうベルディが J1 昇格のためには、もういい補強しちゃうんじゃないですかね。はい、間違いない。間違いないですね。大悟さん、大悟さん、原太一。どうですか原大悟的に。原大選手。僕ね、結構弟ですかって言われることあるんですよ。全然関係ないんですけど。しかも、こっちはたですからね。原大選手。原大選手ね。でもね、今シーズンは苦しんでました、新都トレーニング。ああ、そうなのか。2シーズン、途中からまたレンタルでアラベスから来たんですけど。うん、うん、うん。2シーズン前というか、2、1、2、2シーズンの方が、
輝いてたんで、まあでもその悔しい気持ちとか、学んだこととかあると思う。うんうん、まだでも23、4とかなんですよ。そんぐらいですよね。うん。だから、こっからって感じだと思います。ああ、だから、キエさんに、チョウさんにね、期待直してもらえれば、はい、いけると思いますよね。そうですね。はい。ちょっとスカット的にはなんかちょっと整理もしてる感じもありますね。うんうんうん、ガンバは山本選手が新トレデン。ガンバさん、新トレデン多く見てるじゃないですか。はいはい。どうですか、監督もこう変わって。いや、で、前なんか伊藤亮太郎選手の動画でも、ね、出しましたけど。監督変わったんちょっとわかんないですけど。あ、でも中盤はね、いけるんじゃないですか。やっぱ、日本人のテクニックは、まあ、山本選手日本人の中でも、ちょっとね、うん、相当上手い方だと思うんですけど。はい。いや、いけるし、このタイミングシントドレーだったら、ある程度やっぱ、出番はそんな絶対、全然出られないみたいなことは多分ないと思うので、うんうんうん、スピード感とかに慣れてって、はい、結構でもやっぱこういうランニングが多くはなると思う。うん、まあそういうとこ大事にしてますもんね、ヨーロッパってね。はい。でも、はい、弟さんもすごい。そうですよ。山本、ジョージ選手だっけな、はい。はい。僕はもう何年か前に、でもいいですか、はい、ちょっと裏話じゃないですけど。山本？山本、いや、ファミリー。ファミリー？ファミリーに、はい。透明のとあるサービスエリアで、僕だけは気づいてました。いや、全然。全然裏話じゃないじゃないですか。僕だけは気づいてました。おあ、リヒト君だと思って。で、弟さんも。弟君。でかいんですよね。でかいです。二人ともでかくて。はい。で、お父さんもかっこよくて。へえ。で、お母さんも結構綺麗な。ああ、綺麗そうだな。方でした。僕だけときめいてました。ああ、今日で。あ、声をかけれなかったです。そんな、ファンみたいなしなくていいですよ。いや、ファンだよ。セレッソは、まあ、復帰、いらっしゃる。加入ですね、荒井選手。ティアモン。はい。ビッセルは、寺澤選手。そうなんですよね。はい。だから、あんまり、カップ戦であれ何試合かですよね。うん。出てましたけど。いや、でもやっぱりここは今、この時やっぱ出場機会はね。うん。を伸ばしてほしいですよね。はい、うん。で、イニエスタ選手とサンペル選手が会場になった。はい。で、サンフレッチは二人。二人。で、鮎川選手。もう行っちゃいますね。この間出てましたよ、大分でも。なんか、あれですよ、サブからですよね。出てました、出てました。もう絶対。大分も前はちょっと手薄なとこありますよね。そうですよね。J1 昇格に向けては大きいんじゃないか。ですね。アビスパが、田代選手。はい。結構ほら、いろいろこうね、トスから福岡なんで、なるほど。近いね。家族とかもし一緒にいるならばっていうことですよね。うん、そうですよね。大きいですよね。はい、大きいと思います。引っ越さなくていいみたいな。はい。間違いない、そこは。はい。っていうのがまあ J1。はい、J1。J2 もちょっと行ってきましょうか。はい、行きましょう。サクッとね。これ、ね、これ、松崎選手、うんうん。はい、はい。ちょっとやっぱり、レッツでは苦しんでというかね、あんまり出番が多くなかった。そうですね。仙台が取った方、結構、これあれですよね。伊藤監督、はいはい、元ですかね。はい。つながりですよね。はい、大宮。明さんが大宮ですね。はい。で、U18 の時の教え子じゃないですかね。はい。だからでも、いなくなったから。しまったということなんで。まあ、でもね、仙台でしっかり、うん。チャンスを生かしてもらいたいですけどね。そうですね。ポテンシャルは十分ですから。はい。秋田は取ってない。これ驚いたっす。いやー、これはね、大悟さん驚いた。これ、高谷怜央選手。はい。だから確かに最近出てなかったんです。出てないですね。ほら、松井選手が入ってきて、で、ほら、松井選手と、稲葉選手とか、下田選手とか、そう。で、宇野選手戻ってきてるんで。はい、はい。で、でも最初、黒田さんの時も最初ずっと高井選手だった、ね。出てましたよね。はい。だってほら、もうその前なんて、もう高江佐野は鉄板だったじゃないですか。高江佐野の町田ゼルビアでしたから。もうそこの鉄板二人だったんで、はい。ほっと、それこう、ね、知っ
ってたおじさん的な、すごく衝撃的な、完全ですもんね。完全です。はい。でも、山形いいかもとか思いますいや、そうですね。ハマるんじゃないですか。でも、高井選手何でもできるからな。うん。牛さん列目もできるしね。いや、そう。二列目もできるし。ハマると思いますけどね。はい。岩木は取ってない。取ってない。かっこいい。水戸いいですよ、やっぱりこれ。水戸。水戸はね、やっぱね。永永選手とかね。永瀬選手ももう出てるしね。はい。そうですね。松田選手から復帰して、もう出てますもんね、ディフェンスの、ね。このあれでゴール取っ、ゴール取ってましたよね。はい。で、これ驚いたんですよ、安永選手。ですよね。そんなにあれですよね。今年は、ね。出番なかったですね。今年はちょっと外れてるんですよ。そうですよね。だから。この間、天皇杯で出てましたもんね。うん、リーグ戦ではあんまり出てないですもんね。ちょっと出番が。あとは松田選手には頑張ってほしいな。あのファー。はい。これあれですよね。チームのなんか提携があるんですよ、ね。そうですね。はい。こういうチャンスを。うん。だから向こう、室谷選手。あれ室谷選手いますよね。あのファー、そうですね。はい。じゃあ先輩がいるんだ。そうなんですよ。だからやりやすいと思うんで、ぜひトップチームに上がってほしいなと、思いますね。何気に栃木がいい補強しないですか？はい。3人ね。いいバランスで補強してますよね。はい、イスマイラ選手。でね、さっき言いましたけど、石田亮太郎選手とか。はい。いいバランスで補強してる。でも栃木今シーズンまだやってないんですよね。栃木は僕、序盤にありましたね。完璧かな。まあそこはもう3バック変わないんで。おきさく感じで。ザスパ。これ、ダイゴさん。僕の岩上雄三が。だから、瀬沼選手も言ってるんですよ、相模原。そうなんですよ、相模原。だから、これ、戸田監督がね、ちょっとやっぱ経験ある選手よっていうことなんでしょうけど、うん、間違いないですよね。いや、これ、相模原にとって大きいんじゃないですか、この二人の、うん。この二人の。真ん中と前に。はい。なんなら、本当にボランチも、まあ、多分ボランチで出ると思いますけどね、岩上雄三。はい。投げれますから。投げれますよ。全角度対応ですから、あの方は。群馬行った時も、ちょっと、会いましたもんね。はい。全角度対応できますから。はい。あの方は。出た、大宮。大宮。大宮、これ来ましたよ。シュビル族選手ね。シュビル族をまず取ったの、これ結構。はい、大きい。なんか、噂ですけど。何でしょうか、ヤコさん。ちょっと他も狙ってたチームがあったとかないとか。え？他の選手？お、違います、違います。シュビリゾン。あの、はい。あ、そういうことなんですね。はい。日本のクラブ。ああ、そうか。これだからいい補強をしたんじゃないですか。このチームの苦しい時にこの。うん。入ってきた。大宮育ちの、エースが、うん。大宮子がね。はい。これ、飯田選手なんかをすぐフィットしそうな感じじゃないですか。飯田選手を、いや、で、確かに出てないなって感じですもんね。うん、そうですよね。京都で。確かに出てないんで。いや、いい選手ですよ。でも、まだね、27、8なんですよ。そうか。でも、まだまだ全然。年齢、確かそうなんです。なんか、この間見た時、あれ？そうなんだろう。結構飯田選手ってイケメンですよね。イケメンですね。かっこいいですよね。いや、で、結構、あの、京都が J2 で上がった時、相当活躍しましたよね。うんうんうん、はい。主力で活躍したんで。これ、驚きました。はい、はい、はい。はい、ドゥドゥ。はい、ドゥドゥ選手ね。はい、ドゥドゥ選手。ドゥドゥ選手、ドゥドゥ選手。これはでかいなぁ。これでかい。まあ、後ほど多分出てくると思いますけど。はい。あの選手も、あの選手が今治に行ったんで。はい、はい、はい。これ後ほど出てくる。後ほど。はいはい、出てきたら言いますけど。で、末吉選手が岡山。岡山と。で、ベルディが、まあ、バスケ選手が、これね、うんうん、こっちを見せて、はい、バスケ選手がこう行って。うん。でも、これはいい補強ですね。いい補強だと思いますよ、この二人は、はい。間違いない。あとはね、今日、はい、え、今日ね、はい、セレッソから中原選手も決まったって言ってたんですよ。どうしたっけ？あ、ベルディだ。ベルディ、ベルディ。これはだから、もう本気度が違いますよね。で、中原選手やっぱ右っすよね。右で、声多いっすよね。うん、うん。だから結構ほら、これ東京クラシックで、
原大吾さんが絶叫した荒井優太選手もいるじゃないですか。確かに。ね。荒井優太、荒井優太ね、はい。言ってましたし。バカにしますね。いや、してない。してないです。してないです。いや、そのぐらい絶叫する。もう一回やってみてください。もう一回。荒井優太。荒井優太っていう。そうですね。だから両サイドのバリエーションはバスケ選手いなくなったけど、全然増えてますね。全然いますよ。まあ、マリオ・エンゲル選手もいなくなりましたけど。そうですね。全然いますよ。これはいいんじゃないですか、エンゲル選手もね。なかなかハマりきらなかった。はい。ソメノ選手。得点源として頑張ってほしい。ね。はい。これもすごいですよ。首位のバスケスさん取ったらまではいいですわ。で、ここなんですよ。俺がすげえなと思って。いや、もうハマるでしょ。確実に。順や。これだから。サイドバックは、いるじゃんと思ったか思ったんですけどね。はい、奥山選手、右ですよね。はい。そうか、でももしかしたら取れ、なんか、追いかける展開の時とかに、はい。あとね、この間ね、その、クラシックの時は、スリーバックにしてたんですよ。結構早めに。はい、はい、はい、はい。で、それで奥山選手を3の。あれ、後半です、後半です。ですよね。3の3枚の右にしてたんですけど。うんうんうん。結構ね、1点取られたぐらいで、うん、まあ、高さ対策で、うんうん。グティエレス入れてるんです。はい。だからもしかしたら試合展開によってはもう最初から3とか、うん、うん。1ヶ月に3にして、はい。右ワイドとかで入れるかもしれない。できんじゃないですか。ロングスローもありますよね。ロングスローあるんで。頑張れる。ロングスローだ、これじゃあ。相当投げれますよ。オナガ鈴木のロングスローだ。すごい、すごいですよ、ほんと。強すぎる、はい。だから、あとはやっぱりこう、秋田でもプレイして。そうだ。そういうこう、なんすか、泥臭さ的なのもあるんで。いや、秋田だってみんなハマってるじゃないですか。はい。そうですよね、稲葉選手もそうです。まあちょっと怪我してますけど、池田選手もね。全然フィットすると思います。で、バンホーレはまだ取ってない。取ってない。大田選手が、満了で。うん、うん。で、ジュピロから、そうですね。まだ山本選手。うん。僕、あんまり、出てなかった。出なかったんです、ね、出てなかったですよね。うん。ジュピロもね、最近、勝ってきました。最近上がってきました。ですよね。はい。じゃあ、静岡で行きましょうよ。ここでしょう、大悟さん。でしょう。ここでしょう。この二人でしょ。こんな大きな補強があるのかい。見せろ、一流の魂、二人ともですよ。間違いない。楽しいですよ。この一流の魂をね、見せてほしい。海外で。こう、いろいろあったと思いますけど。はい。ね。あとはね、さっき言いましたけど、千葉寛選手が。千葉寛さん、今治、去年もですね、はい。そうです。だ去年二桁取ってると思うんです、確か。今割で。だからまた、リサロ選手も移籍して、はい、まあ、前が、うん、まあ、サンタナ選手ちょっと怪我なのかな、なんか最近出てないですよね。ジュビロは、もうこれ、固まってきたぞっていう感じ。ですよね。横打ちジュビロが。はい。藤枝も取ってません。いや、これも結構僕驚いたところあるんですよね。末吉選手。末吉選手、でも、そんなにでも使われてないですよ、最近。いや、でもね、直球は出てたんですよ、あの、清水戦？清水戦？清水戦の前。あ。金沢だったかな？普通に出てました。で、それが終わってすぐ発表されて。小山が、ね。ちょっと、びっくりですね。うん。で、レノファ。レノファも上げてきますよね。上がってますね。監督が。シルビオ・ジュニオール。これインドネシアでしょ？ヤオさん。どういう感じなんだろう、まだわかんないですね。だからた、ね、監督が、エスナイデルさんになったんでね。見てたんですか？どっかで。いやいや、見てないと思うんですけど。これどこでどういうつながりかわかんないですけど。なんかでも聞いたのはエスナイデルさんが、はい、あの、千葉の時より、うん。あ。普通らしいです。いや、っていうのはなんか変な意味じゃなくて。まあ、わかります。あの、戦術とかだけじゃなくて、
その千葉の時ほら、食事の制限とか。ああ、はい、はい。ありましたね。徹底してやってたけど、はい、レノファはその予算的にもそんな、施設的にもそういうのできないっていうのも分かってきてるから、そういうのもなんか、いやちょっと緩くなってて、だからぴったりハマってるんじゃないかっていうのを聞きましたけどね。だって今、結構あれですよね。勝ち点も取ってますよね。いやいや、稼いでるんですよ。稼いでますよね。そうか。違うエスナイデルさんが。はい。見えてますよ。徳島も、まあ、取ってはないですけど。うん、あと、勝新、ね、勝新選手って、ね、はい。完全ですもんね。完全。ジローナ。若手フォワードがいっぱい。ですよね。で、ビファーレン、これいいじゃないですか。うん。中村圭太。完全。だ帰ってきたんですよね。帰って、なんか、長崎のイメージありますもんね。はい、イメージあるんで。はい。あと、この人がどうですかね。うん。ギリルメ。ギリルメ。で、ロシアでしょ？はい。で、クレイソン選手が会場されましたんで、はい、まあ、その枠というかね。はい、結構だ、長崎外国人多いですもんね。多いと思いますよ。後ろからね。前まで。いや、長崎もやっぱプレイオフ圏からもうちょっと上に行きたいって言ってますね。ロアッソは坂井選手を FC 大阪から取ったと。ですね。で、大分が相川選手。はい、相川選手と。あとはほら、金子選手が札幌の、あれでしょ？ディナモザグレブ。決まりっすかも。なんか、あれ？ほぼ、え？決まり？なんか、札幌のファン感謝デーでも金子選手が自らなんか報告してるようなことを言ってたんで。じゃあ、チャレンジですね。まあでも金子選手なんか結構前からちょっと噂なんか出てたもんました。うん、あ、そうですよね。あといいですか？もういいですか？もう一人。はい。佐藤健一選手って俺、明治大から。はい。ブレーメン。ブレーメン。セカンドチームじゃないですからね。ですね。もうトップチームにもう即入るっていうことも。あれ？パリ世代ですよね。パリ世代です。だから、代表にも選ばれてると思いますし。これだから、久しぶりですよね。明治ってあれですよね。栗田監督。そうです、はい。栗田監督。もう マネジメントもやってるんでしたっけ？はい。なんか代理人みたいな会社作ってるんですよね。はい。はい、やってるんで。それでこれで明治なんてもう、毎年すごいから、だってまだ動くでしょね。多分まだここからありますよね。8月の頭ぐらいまで接近あると思うんで。だから海外でもね、いろいろこう動いてるんで。柴崎選手来るんですか？いや、そこ。内部情報はないですか？全くないです、僕は。全くないです。なんかね。でも、ピッチカ選手が来年から戻るみたいなの出てました。なんか出てましたけどね。どうなるか。だからそこに、でもゼルビアもオファーしてるとかっていうのも出てますし。だから、ね。岩政を取るのか。はい。で、黒田を取るのか。はい。恩師を取るのか。ですよね。いや、でもまあ、それ、もちろん条件面は僕らは見えないところありますけど。そういうふうに見たら、面白いですけどね。面白いです。外から見たらね。いろいろね、こういろいろ言えますけど、いや、でも実際どっちに、だっでも、ちょっと間違いがない限り、もう町田は、ね、ほぼほぼ上がると思うんで。いや、上がりますよ。町田マジで強いですよ。だから俺、今、ちょっと鈴木純也選手がロングスロー投げられるってのを思い出して、脅威を感じました。だって合わせる人もね、たくさんいますし。もうすごいっすよ。あそこのマネージメントっていうか。あと、ダコさん、はい。大事な人忘れてました、僕たち。誰ですか？ダコさん、誰ですかって言っちゃいました、今。はい、言っちゃいました。日本のレジェンドですよ、日本のレジェンド。キング。キング。もう一回。キング、もう一回行きますよ。オリベイレンセ。すごいですね。すごいですよ。もういくつだ ?58?7? いや、50、え ?58 っすか ?54、5?6? わからない、そこら辺。なんせ一緒にやってたんですか？やってたんですけど、年よくわかんない。何個差とかわかんないですか？何個差とかわかんない。多分福田さんと一緒です。それは知ってます。頑張ってほしい。キング、はい。キング。キングですから。すいません、忘れてました。キング。シーズン後半戦も楽しみましょう、奈良さん。はい。夏バテしないように。矢田さんも、はい。YouTube も楽しみましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。